堀内誠一は日本のグラフィックデザイナー、エディトリアルデザイナー、絵本作家、東京府生まれ、小学1年生の時に鹿版雑誌を作り始める。最終学歴は日本大学第一商業学校中退。1947年4月に14歳で伊勢丹百貨店に入社。1948年現代美術回転激励賞。 1955年、アドセンター株式会社設立。1958年に、内田道子と結婚。1968年から翌1969年に、かけて渋沢達彦と共に、機関紙である、死と、バラを編集した。1974年、フランスパリ郊外のアントニーに移住。パリ在住日本人向け見込みし、入船で船送還に参画。 1981年まで定住。1987年に、シュタイン東岸により死去。去年54。堀内がデザインした平凡出版の雑誌、アンアン、ポパイ、ブルータス、オリーブは、現在もなお、そのロゴが使用されている。妻の堀内美智子は、洋画家、内田岩尾の娘で、評論家、内田ロアンの孫。妻が翻訳、聖一が絵を担当の教調がある。 娘の堀内花子は翻訳家。同じく次女の堀内紅子も翻訳家。前日の結婚した年に初の絵本、クロマ、ブランキーを出版したが、後期には絵本作家としても多数の作品を残した。主に福音館書店の子供の友のシリーズとして出版された。詩人、谷川俊太郎と作った言葉の絵本シリーズ。2009年夏、復刊。 2009年世田谷文学館、伊丹市立美術館にて、堀内誠一旅と絵本とデザインと展開祭。その後2011年の浦和美術館まで日本各地を巡回した。ありがとうございます。